に、あの、畑ちゃんが、で、ゆりちゃんほどでもお腹が大きかったんだから、そう、あの、多分、もともとの春に、ミスしてくださらないと。風景というか、あの人生の風景が、風景が変わりつつあるという人だな、はい、ってよさんなんですよ。はい。シンガーソングライターの島田夏代さんで、まあ、あの私と夏はもう10年ぐらい10年ぐらいみたいで、の付き合いというか、東京雑貨っていうイベントに、うん、あのずっと一緒にね、出てて、あれは2000年とか2001年ぐらいとかね、うん、だったので、あの出会った頃私まだ独身でしたね。そうだよね。
頑張ってよ、ラプラって。よかった。いやいやいや、本当にね、あの途中で私のライブに辿ったりしたことがあってね、もうあれ 5,6 年前かな。ちょっと私のイベント、私がいろいろ企画してイベントみたいなのを東京でやった時に、ゲストで、うん、夏出てよって言った時ね、そう私はこう塞ぎ込んでた時で、最初出ねえとか言って出られません、出ない、そんな人前で歌なんか歌えません私そんなもうそんなんじゃないですか、お前歌手だろみたいな。めっちゃ弱気になってましたからね。そう、あの時すっごいやっぱ弱気な時代だったよね、うん、なのでなんかそれをこう何を言ってんだとか言ってこう引き取り出して歌えみたいな風に言ったことがあったなーって言われるんで、すごく私もいろんなことを思い出しながらいやもうあれがあったからだんだんこう変わっていけたんですよ。でもだからあの月並みですけど、あのよく頑張ったなっていうふうにすごく思うし、うん、こうやって一つ結果、まだ結果じゃなくて、そうそう、こっからがスタートですね、はい、本当に良かったなっていうふうに、思っています。で、まあ、今日ラジオ聞いて、あ、そうなんだ、そんな夏の反省っていうふうに、多分初めて思った方とかもね、はい、いらっしゃると思いますので、ぜひとも、頭の隅っこに、何しようだな、つよ、書いといてね。うん、じゃあ、まずは、まあ、ご挨拶代わりにしたいですけど、はい、曲を、この曲を、はい、ご紹介ください。はい、もうすぐですね、2月11日にリリースになります。石野田夏代で、春空。Yeah.